こんにちは。2023年3月18日ダイヤ改正に合わせて開業した京葉線幕張豊砂駅について、鉄道好き、特に撮り鉄向けにまとめました。平日の日中12時前ぐらいですが、結構お客さんいらっしゃいますね。開業して間もなくですので、記念撮影等を、写真を撮って収めている方も多いですね。上りホームからの駅前の風景です。建物の上にボーリング場であることを示す巨大なボーリングのピンがありましたね。最近ではちょっと珍しいと思います。まだ右半分は工事中といった感じでしょうか。イオンの中に JAL のジェット機とおぼしきものがありましたが、これは実物なのでしょうか。また実物ですと機種はどの機種になるのでしょうか。上りホーム東京寄りからはこのように下り列車を撮ることができます。列車の上方向から撮ることになりますから、屋根の様子も比較的分かりやすく撮ることができるのではないでしょうか。画像は209系500番台キヨ34編成。赤14号の帯を巻いた209系は現在はこの編成1本のみになってしまいました。これを撮ったのは3月22日ですが、同編成は幕張豊砂開業から前日までは運用には入っておらず、この日が初めてこの場所から同編成を撮れたということになりますでしょうか。この画像は EF65-2074号機牽引の越谷貨物ターミナル曽我間4097列車。こちらは EF210-344号機押太郎牽引の東京ターミナル曽我間4095列車。せっかくですので動画版も入れておきました。下り線の奥に並ぶ線路群は京葉車両センター、そしてさらに奥は東関東自動車道と湾岸習志野インター。同駅はイオンモールに行くお客さん向けにできた駅なのかと思ったんですが、通勤と、沿線のこの辺の沿線の利用者が、増えたため、駅があった方が便利だということでできたらしいですね。さらに上り高架ホームからの映像をお送りすることにします。バスターミナルが設けられているようですね。同駅2階のホーム屋根の一部が幕式になっています。田園都市線の田名駅のホームの屋根も幕式ですね。こちらは従来から、よく見かけるタイプのギザギザの、これ何ですかね、鉄板ですかね、を加工した屋根ですね。上り列車はこの駅から撮影は向いてるかというと、あまり適してないような感じがしますね。この駅って宇都宮線、東北線の、東鷲宮の駅構造に似ているような気がしますね。京葉車両センターの線路配置はわかる気がします。現在地を示すピクトグラムがなぜか女子トイレのマーク。新しく開業した駅ですので、バリアフリー化の一環でエレベーターも設置されています。
ちらは1階から2階、上りホームに上がる上りエスカレーターですね。通常エスカレーターは片方は上り片方は下りなはずなんですが、この駅って両方2基とも上りなんですかね。エスカレーターが1基しかない場合は大抵は上りとして設置されていますが、地球は重力がありますから下るよりも重力に逆らうかのごとく上る方が力が必要にはなってくるんですけれども、それで上りが設置されているのかもしれませんが、お年寄りと健脚ではない方は上るよりも階段と下る方が大変だから下りを設置してほしいという意見も聞きます。先ほど静止画で紹介したケヨ34編成が折り返し上りで来ました。幕張豊砂駅は快速電車は通過します。この駅の上りの発車メロディーの入った映像を撮ったと思ったんですが、記録されてませんでした。それでは1階地上下りホームに移っていきたいと思います。この映像は、蘇我寄りですね。こちらが京葉車両センター。京葉線と並行し千葉県と東京を結ぶ総武線の錦糸町のホームも留置線と並んでいますね。下りホームから、下り各駅停車が到着する様子を映したものです。この動画を撮ったのは携帯電話で撮ったので、どうしても LED はシャッター速度を調整することができないので切れてしまいますね。この LED の切れ方は小糸製ですね。横方向に、しましまが入っちゃうんですよね。ということは、操作線は、縦方向にあるということでしょうか。
このように車両センターとホームが並行しておりますので、留置されている車両を観察することができますので、模型鉄にも優しい駅なのではないでしょうか。それでは武蔵野線 E231 系8両160メートル分の映像です。下り列車が通過しますので、一旦 E231 系の撮影を休止しました。この編成に使用されている LED 表示器はシャッター速度が400分の1を超えると横に線が入る小糸製ですね。 E233 系で使用される LED 表示器は小糸製のほか無料製の2社だと思うんですけれども、京葉線 E233 系5000番台の場合、無料製ですとシャッター速度が125分の1以下でないと、縦方向にしましまが入って表示が切れてしまうんだと思います。E231 系の映像を流しているのに、まあ、E233 系の話をするのもあれなんですけどね、ここで E231 系の900番台試作車とか、今だと同駅開業に伴うあのヘッドマーク付きのね編成を撮ってみたいなと思いますね。武蔵野線の編成が、並ぶ様子ですね。静止画でも、映して、このようにも、撮れますので、まあ、撮り鉄にも優しい駅なんじゃないでしょうか。地上下りホーム東京寄りから曽我方を見るとこんな感じですね。この付近では、京葉線の10両編成の車両が並んでいましたね。先ほどの静止画で案内しました EF652074号機が曽我から戻ってきて、隅田川に向かう1090列車ですかね。下りホーム東京寄りから撮った内容です。動画ですとあまり架線柱は気にならないんですが、静止画ですとちょっとどうしても架線柱気になっちゃいますね。架線柱をかわすためにちょっと線路側に寄ると今度やっぱり日の丸構図になっちゃいますね。スノーのアプリで遊んでいたら車庫の中で走らしてる列車があって、とりあえずそれがこの同駅開業ヘッドマーク付き編成だったんですよね。というわけで突然ですが、先日開業した幕張豊砂駅鉄道好き撮り鉄模型鉄向け動画はここで終了します。ご清聴ありがとうございました。